あのジジイ、俺のロビンちゃんを連れ去りやがって。お前のでもねえだろ。うるせえ。たとえ偽物でも俺はロビンちゃんを救い出す。うわー、誰かこの暑苦しいバカを止めろ。うるさくて寝られやしねえ。誰がバカだ。ニッコロガスのこのクソマリも。あんまり興奮するとまた失血多量で倒れちまうぞ、花地くん。てめえ。あっちにもロビンがいるんじゃ、先に身を見つけるのは絶望的だよな。いや、こっちにはまだルフィの野生の勘が。飯の匂い。宿や、飯の時間か。まだ仕込みの段階よ。すごい嗅覚ね。ダメだ、違うもん嗅ぎつけた。こうなったら俺様のスーパーレーダーで。まず探したいものにこの発信機を取り付けてください。役に立たねー。それにしてもレッドと行動しているのは私だけならいいのだけど。いらっしゃい。強くならねえとな。
そこだ！どうも。いらっしゃい。うまそうな匂いがする。今度はどこだ？
誰か見覚えのあるやついるか。はて、知らねえな。ここは何を、ルフィの知ってる場所なの？ああ、俺が育った場所だ。
ど。ルフィ、この山のこともよく知ってるの？ああ、ここはコルボ山。俺とエースが初めて会った場所だ。エース？ルフィの兄ちゃんだ。2年前に、いや、なんでもね。よし、上まで行くぞ。Come on.
負けちゃいられねえな。やっ、
食えるぞ。もう少し探すか。
とエースが兄弟になった場所だ。兄弟の杯か。なあ、なんで杯が3つ置いてあるんだ？ああ、もう一つは。待ってたぜ、ルフィ。やっぱこういうことかよ。戦わないってわけにはいかないのよね。ああ、下がってて、ルフィ。ここは私たちが。いや、俺がやる。あ、でもやるって言ってんだ。やらせてやる。あいつはエースじゃねえ。行くぞ、ルフィ。Yes! Yeah.
こにはもうレッドのおっさんはいねえみてえだな。よくわかんねえけど、こいつルフィの大事なやつなんだろう。なんでそんなやつと本気で戦えるんだ。大事だからよ、大事だから本気で戦ったのよ。あいつは大事だから戦う。人のことよりてめえはどうなんだ。大事なやつの隣を奪われたままでいいのか。親分の隣。お前らは親分を知らねえからそんなことが言えるんだ。ああ知らねえ。この中であいつを知ってるのはお前だけだ。安いご用よ。コツとご覧あれ。